一体何なのだこの数式は。無限が微分されている。僕にどうしろというのだ。ああ、なんということだろう。どうしたの？ズンダモン。メタン、落ち着いて聞いてほしいのだ。今日は恐ろしい問題が出てくるだろう。あのね、うわ、これは、あれ、なんか思ってたのと違う。これが恐ろしい問題なの？ただの微分の問題だね。今日はなんだか簡単に終わりそうなのだ。待って、嫌な予感がする。この問題にはきっと罠があるわ。メタンはちょっと心配しすぎなのだ。じゃあ早速やっていこうか。とりあえずシグマの中身を微分していけば良さそうだね。まず DDX をシグマの中に持ってきて、微分を計算するとこのようになる。ここで N イコール0を除外しているのは定数項を微分すると0になるからなのだ。なんか違和感を感じるけど、まあいいでしょう。どういうこと？先に進めちゃうよ。今は N を1からカウントしているけど、代わりに0からカウントすることにしよう。N が1減っちゃったので、シグマの中に出てくる N を N プラス1に置き換える必要があるね。これを答えとしてもいいけど、N プラス1が2回出てくるから、1箇所にまとめちゃおうか。というわけで、結果をまとめると、この問題の答えは、このようになるのだ。これで終わりだというの？なんだかあっさりしすぎているわね。早く終わってよかったね。ちょっと待って、確かこれは。そうだった。この級数は。何？急にどうしたの？これは、発散する級数として有名なものの一つよ。0でない任意の実数 X について、この級数は発散してしまう。それって、つまり、微分できないってことなの？その通りよ。特に、X が正の時、X がどんなに小さい値だとしても、N の階乗の増加の速度が非常に速いことから、この級数が正の無限大に発散することは直感的にも理解できるんじゃないかしら？確かに。それにしても、そもそも微分できないなんてなんだかひどい問題なのだ。じゃあこの微分の計算って意味がないの？まあ、普通はそう考えるわよね。でも、実はこの級数の微分を可能にする禁断の秘術があるわ。禁断の秘術だって？これって本当に数学の解説動画だよね。ちょっと怪しいけど、教えてほしいのだ。よろしい、説明しましょう。まずはその秘術を発動させるための準備として、形式的べき級数の世界に足を踏み入れることになるわ。形式的、なんだって？聞き慣れない言葉だと思うけど、順を追って説明するわね。まずは X を不定元としましょう。いきなりわからないんだけど、不定元って何？不定元とはただの形式的な記号であり、それ自体に意味はないわ。ああ、なるほど。全くわからないのだ。とりあえず最後まで聞いてもらえればきっとわかるはずよ。さて、不定元 X に関する形式的べき級数とは、このような形の式のことを言うわ。ふむふむ、なるほど。 X のべき乗の定数倍が足し合わさっている。これはいわゆるべき級数というやつで、無限次の多項式のようなものだったね。気持ちとしてはそうね。でもちょっと違うところがある。形式的べき級数は数でも関数でもない。それゆえに収束性も考慮する必要がないわ。またわけのわからないこと。ちょっとその正体がよくわからないけど、とりあえず説明を続けてほしいのだ。そうさせてもらうわね。まず形式的べき級数の足し算は通常の足し算と同じように考えるわ。つまり同じ次数の項の係数を足せばいいってことだね。それで良さそうね。次に掛け算について考えましょう。これも通常の掛け算と同じように計算すればいいわ。ズンダモン、やってみて。通常の掛け算と同じなのか。まあとりあえずシグマを展開しておこう。これを通常の掛け算と同じように計算すると、まず定数項はこことここをかけてこのようになる。次に一次の項はまずこことここをかけて、あとはこことここをかければいいね。二次の項についても同じように、まずこことここをかけて、あとは似たような計算が続いていくのだ。よくやったわ、ズンダモン。ここでちょっと二次の項に着目してみましょう。今計算してもらった二次の項はシグマを使えばこのように表せる。実際に A の添え字は増えていくし、 B の添え字は減っていくからね。まあ確かに。
そして一般に N 字の項はこのように表すことができるわ。へえ、思ってたよりすっきりした形なのだ。さて、この2つの形式的べき級数をかけた結果において、N 字の項はこのようになることが分かったので、すべての項を足すとこうなるわね。つまり、形式的べき級数の掛け算はこのように計算できるということになる。はあ、そうなんだ。とりあえず形式的べき級数は通常の多項式やべき級数と同じように足したりかけたりできるということは分かったのだ。あとは微分できることを確かめれば話は終わる。でも X は形式的な記号ってどういうこと？形式的べき級数は数でも関数でもないってどういうこと？結局正体がよく分からないのだ。まあそう感じるのも無理はないわね。では微分のお話に移る前にここまでの種明かしをしましょう。これまで形式的べき級数と呼んできたものの正体は、各係数を抜き出してできる数列であると考えられる。数列？どういうこと？なんでそんなこと考えるの？これは形式的べき級数を数学的に厳密に構成する方法なんだけど、さっきの足し算と掛け算について考えるのが分かりやすいかもしれないわね。2つの形式的べき級数の足し算はこのようになるということだったけど、実はその裏には係数を抜き出した2つの数列があり、第 N 項が AN である数列と第 N 項が BN である数列を足すと、結果は第 N 項が AN プラス BN である数列になると考えるわけね。こうしてみるとその対応が分かりやすいんじゃないかしら。へえ、そういう風に考えるんだね。最初は収束性を考えずに級数の計算を進めちゃっていいの？って思ってたけど、2つの数列の足し算をこのように計算するという話なら、確かに自由に足しちゃっても問題ないって気がするのだ。その通りね。数列の世界ではそもそも不定元の X というものは存在しないし、級数の収束性について考える必要もない。形式的べき級数の足し算の正体が数列の足し算であると考えることで、その計算の正当性が保証されるわ。ただしこれは形式的べき級数を厳密に構成する場合の話であり、あくまで気持ちとしては級数の足し算をしているということには注意してね。なんか難しいけど、これって要するにこう計算して大丈夫だよってことだね。まあざっくり言えばそうかな。もちろん足し算だけでなく掛け算についても同じように考えられる。2つの形式的べき級数の掛け算の裏にも係数を抜き出した2つの数列があり、第 N 項が AN である数列と第 N 項が BN である数列をかけると第 N 項がこのような式で表される数列になる。これについても足し算の場合と同じように単にこのような数列を新しく考えるというだけなので収束性について議論する必要はないわ。ただしここで考えている数列の掛け算というのは形式的べき級数の掛け算を定義するためのものであり、数列の掛け算は常にこう定義されるというわけではないので注意してね。了解なのだ。ちなみに X は不定元でありそれ自体に意味はないと言ったけど、 X を1次の項の係数が1で、それ以外の項の係数は0であるような形式的べき級数として考えれば、 X はここだけが1であるような数列に対応するというふうに考えることはできるわ。おお、なるほど。面白い考え方だね。さてここまで一般論を話してきたのでちょっと具体例を見てみましょうか。このような2つの形式的べき級数の掛け算はどうなるかな。そうだね。これまでのお話から普通の多項式のように計算してもいいことが分かったけど、せっかくだから数列を使って計算してみようかな。これらの形式的べき級数から係数を抜き出すとこのような2つの数列が作れるね。なるほど、確かにそうね。それじゃあ形式的べき級数の代わりに2つの数列を掛け算した結果を CN という数列で表すことにしよう。ここでは数列の掛け算をこう計算するんだったね。数列 BN の項は全て1だからこの式はだいぶ単純になる。つまりこの数列の第 N 項は数列 AN の N 項目までの部分和だから、第0項は1、第1項は1とマイナス1を足して0、第2項は1とマイナス1と0を足して0、それ以降もずっと0が続くね。したがってこの数列に対応する形式的べき級数は定数項が1、他の項は全て0となる。つまり答えは1という形式的べき級数になるのだ。
だいぶシンプルな答えになったわね。結果をまとめると、2つの形式的歴休数 FXGX について、これらの積は1という形式的歴休数になることが分かった。ここからちょっとだけ式変形してみましょう。両辺を FX で割るとこのようになる。あれ形式的歴休数の割り算って定義してたっけ？いいところに気がついたわね。そう、これまで割り算は定義していなかった。なので、あくまでここでは FX にかけると1になる式を FX 分の1で表すと考えることにしましょう。ちなみに、そのような式は存在するのであれば、ただ一つに定まることが示せるけど、まあ今回はそのあたりの証明は省略するわね。メタンがそう言うなら、そうしよう。さて、この等式の FX と GX を具体的に書くと、このような式が得られる。これは、等比級数の和として有名な公式なのだ。そう、確かにこれは初項1、公比 X の等比級数の和を表している。普通は X の絶対値が1未満の場合に、左辺の級数が右辺の値に収束すると考えるけども、ここでは X は形式的な記号であり、収束性は考えなくていいことに注意してね。収束性を考えずに、こういう形の式を考えることができる。なんだか不思議な感覚なのだ。さて、ここまでで形式的歴休数とは何かが分かったので、いよいよ禁断の秘術である形式微分を定義しましょう。禁断の秘術？そんな設定だったっけ？改めて、このような形式的歴休数、FX を考える。さっきの例に出てきた FX とは別物なので注意してね。さて、FX の微分はどうなるかな？まあ普通に考えれば、最初に出てきた計算みたいに、項別に微分してこんな感じかな。定数項を微分すると0になるから n=0 は除外していいんだったね。ありがとう、ずんだもん。ちなみに今は n を1からカウントしているけど、代わりに0からカウントすると n が1減ってしまったので、シグマの中に出てくる n を n+1 に置き換える必要があるんだったわね。そういえばそうだった。こっちの形は微分であることが直感的に分かりやすいし、こっちの形は N 字の係数がどうなるかが分かりやすいわ。ふむふむ、これが形式微分というやつか。そういうことになるわね。ここまでは形式的歴休数の微分はどう計算すべきかを考えたけど、逆にこの結果を形式微分の定義としてしまいましょう。足し算や掛け算と同じように、形式的歴休数の正体は数列だと考えれば、収束性を気にせず微分が定義できてるわね。微分はもともと極限を使って定義するものだったと思うけど、形式微分の定義では極限を使ってない。またまた不思議な気分なのだ。ここで定義した形式微分は通常の微分と共通の性質を持つ。例えば線形性とは、 F と G を足してから微分しても微分してから足しても変わらないし、 F を定数倍してから微分しても微分してから定数倍しても変わらないという性質を言うわ。また、積の微分に関する性質であるライプニッツ則も有名ね。そういえばそんなのあったね。ここで問題に出てきた例を振り返ってみると、この級数は発散してしまうため微分できないと思っていたけど、小文字の x を不定元とする形式的歴休数として考えれば、これは形式微分として正しい等式であると考えられるわね。発散する級数の微分、何を考えているのかよくわからなくなってくるのだ。その気持ちはわかるわ。収束性を気にする必要がない代わりに、関数や極限という解析学における重要な概念を失った。つまり自由には代償が伴うということよ。まあそうなのかな。さて、形式微分というものが定義できるとは言っても、それでと言われそうなので、ちょっと面白い例を見てみましょう。そんなこと言われるかな。問題に出てきたこの級数において、x を -x に置き換えた形の級数を ax と書くことにするわね。どちらの級数も0以外の任意の実数あるいは複素数 x で発散するわ。そうだったんだ。ここで ax を形式的歴級数として考えることにしましょう。すると ax はこのような等式を満たすわ。これは ax の微分と ax 自身を含む等式であり、AX に関する微分方程式と言えるわね。ただし、ここに出てくる微分とは形式微分のことだし、ここで使われている足し算や掛け算も今回定義した形式的なものだけどね。発散
する級数が定式的な微分方程式を満たすとはますます不思議なのだ。でも元々が発散する級数だからこの微分方程式を通常の意味で解くということはできないんだろうけどね。まあそう考えるのが普通よね。でも実はこの形式的な微分方程式は通常の意味の微分方程式として解釈し解くことができる。え、どういうこと？初期条件をこのように設定すると微分方程式の解はこのような式で得られるわ。ちなみに0以上の x でちゃんと収束するから安心してね。なんと発散する級数が満たす微分方程式を解いたら収束する関数が出てきた。信じられないのだ。一体この関数の正体は何なの？仕方ない、種明かししましょう。本日2回目の種明かしなのだ。実はある種の発散するべき級数に対しそのボレル総和というものを考えることがある。今回形式的な微分方程式を解いて得られた答えは AX のボレル総和に一致するわ。このように通常の意味では発散する級数であってもボレル総和という総和法を使えば発散しない結果を得られることがあるのよね。へえ、そうなんだ。そして通常の意味で収束する級数はそのボレル総和も同じ値に収束する。この意味でボレル総和はより広い範囲のべき級数を扱える総和法と言えるわね。そう考えるとこれって実は意外と自然な結果なのかも。ちなみに今回解説した形式微分はこちらの動画と深く関連しているのでまだ見てないという方はチェックしてみてくださいね。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。